理想的乗りやすい車って強かったと思いますけど、ボディコンセプトってやっぱレーシングカーにとって命なんで、スープラが一番いい、トヨタで作った中で頑固、壊れの中では誇り、最強のボディコンセプト持ってたのかな。最初はもうひどい車だったんですよね。こんなすごい車だったっていうことを今ミニスープラが繰り広げた各車としてのクオリティの高さ、伝説になってます。歴代 GT カーの中の人気は僕のスピードを証明してくれた車ですし、レーシングドライバー坂十一を作った車だと思ってます。圧倒的な強さはありましたよね。のタイトル2度取らせてもらってます。ストレートがやっぱ速かったの強さ、こうライバル勢のあるというか、スープラがあったから今につながってる部分はある。自分の手足のように動いてくれるのがスープラでしたね。